じゃあ、始めたいと思います。前半はですね、匂いの、受容体に関しての話でした。で、お話したように、数百から千種類の、受容体を、まあ、遺伝子にコードさせて、用意することによって、さまざまな匂いの情報を、識別しているという話をしました。で、まあ、このように、外界からの信号っていうのは、たくさんありますから、やっぱそれを、きちっと、やっぱり識別しなくちゃいけないということで、感覚系は共通して、やはりそういったシステムが、備わってます。で、まあ、今日全ての感覚の話をしだすと、非常にもうたくさんになってしまうので、まあ、簡単に他の感覚系の話をします。で、もちろんその視覚っていう目の、視覚がまずあるわけですけども、視覚は皆さんご存知のように、まあ、さっき出てきた3色視覚2色視覚って出てきましたけども、我々は、RGB レッドグリーンブルーの3原色のに対する、脂物質ロトプオプシンをですね、が持ってて、それから白黒を判断するロトプシン、この4つの、それぞれ違った吸収波長を持つ、オプシンを用意することによって、いわゆる我々が見える、可視領域の、シグナルを、まあ、ある意味、まあ、識別しているというかいうことなわけです。でやはり、そういう光に対しても4つの遺伝子によって、まあ、そういうことを達成していると。で、ここの、最初のスライドにあるような味覚も、まあ、そういう意味ではいろんな味があるわけですけども、匂いと違って、まあ、ここに挙げてあるような5つの基本味に大体、分けることができます。で、甘み、塩味、酸味、苦味、旨味とあります。で甘味はもちろん糖のシグナルでありまして、塩味はミネラルのシグナル、酸味はまあ腐敗物のシグナルで、苦味は毒物のシグナル、生物にとってはこういったシグナルですね。で旨味というのは、まあ、これは、まあ、いろんな表現の仕方ありますけども、まあ、タンパクであったりアミノ酸であったり、まあ、そういったもののシグナルなわけです。で、この基本5味というやつですけども、まあ、実はつい最近まで、この最初の4つしかなかったんですけども、旨味が新たに付け加えられました。これは、まあ、英語で言うとこれスイートテイスト、ソルティ、サワー、ビターですけども、旨味は英語はなくて旨味、日本語がそのまんま英語になってます。というのも、旨味は最初に、100年ほど前に池田菊内という、まあ、この本学の理学部の先生ですけどもが、昆布から、まあ、発見したわけですね。まあ、その、流れから、日本独自で見つかった基本味ということで、うまみという日本語がそのまんま英語になってます。でこの5つがあります。で、ここにありますように味覚は舌の上で、認識されるわけですけども、遊郭乳頭、自浄乳頭、洋上乳頭、市場乳頭と、まあ、こういったそのいわゆる未細胞がある、まあ、部分があると、ちょうどこの下の上のこういう乳頭はこんな感じになってて、そのこうちょっと小さくて見えないかもしれないですけども、このつぶつぶつぶっとしているところを拡大するとこんな感じ、玉ねぎみたいになってます。これが味蕾です。で、味蕾のは、数十個からのこういった細胞からなってまして、その先端に、やはりあのさっき話した嗅覚神経の、まあ、その、繊毛みたいなやつがここにあって、外から来た味物質をここで、感じることができます。こんな感じになってます。ただ未細胞と、嗅細胞、鼻のと大きな違いはですね、こういった味物質を認識する細胞は、実はこれは神経ではありません。これは上皮細胞の一種です。でそこに、ここに書いてあるように神経が来てて、それで、信号が伝わっていくわけですね。こんな感じになってます。
でこの5つの味っていうのはこの舌でここで受け取られると。で受容体ですけども、甘みの受容体はこの2つのレセプターコンプレックスになったこの1種類、旨味もこれ1種類、それから塩味が、数種類あると。で酸味も数種類あると言われてますけども、苦味だけがちょっと多くて、25種類ぐらいあります。でこのように味覚の受容体は数も圧倒的に、嗅覚に比べて、少ないわけです。でこれがさっきの、やはりそのいろんな生物における、味覚受容体遺伝子の数になるわけですけども、この甘み旨味に関しては、ほとんどのこの哺乳類が同じレパートリーを持ってます。でチキンだけはこれ2つになって1つこれがないので、甘みを感じないというふうに言われてます。それから、苦味の受容体は、人間で25個で、他の生物も大体同じぐらい持ってますね。という感じで、嗅覚受容体と比べると、まずその、数も少ないだけある、そんなにあのギーネンしかしてしまったら困るわけで、数も少ないのもあるんですけども、そういった意味で変化がそんなに多くない、どんな生物でもある程度の数を持ってるわけですね。だからそういう意味では味覚の方が比較的単純なシステムというか変化の少ないシステムというふうに言えるかもしれないです。それからもう一つの感覚ですね。これは、食感ですね、でそのうちの一つの重要なのがやっぱ、温度とかあるいは、辛いとかいうそういった感覚ですね。それは最近は、こういう、トリップチャンネルというやつが、になっているということが分かっています。でこれもやはり、たくさんの種類の遺伝子があります。こういった冷たい温度を感じるするタイプのチャンネル、普通の温度、それから熱いものを感じる温度というものがあります。でそれぞれ、いろんな種類があります。で、このトリップチャンネルの特徴的なところは、この暑いとか暖かいとかいうそういう温度の情報をその感じるだけじゃなくて、その化学感覚受容体でもあるということ、要するに、匂いであろうと味物質でもいいんですけども、こういった化学物質も反応する。だミントの香りを感じて、涼しい冷たいと感じるのは、このミントの香りのメントールっていうのがこの冷感の感覚の受容体を活性化するからです。それから唐辛子を食べて痛いと感じるのは、この中に含まれるカプサイシンというものがこの温度の熱いと感じる温度の受容体を活性化するからですね。こういったふうに外からの情報、化学情報とか温度の情報を感じる。でやはりこれもですね、ある意味その冷たいから熱いまでの多様な情報をこういった それぞれの領域を担う、センサーが、を作ることによってその多様な温度を認識しているということですね。これもある意味、視覚とかと似てますね。 RGB の領域を認識するのとかと同じような感じですから、やっぱり生物が多様性を認識するシステムというのはそういう意味では非常に共通性があるのかもしれないですね。で、このように、トリップチャンネルっていうのはそれぞれが活性化の温度域値という特徴的なものを持っている。高い温度で反応するやつと、低い温度で反応するやつで、それぞれがいろんなところで出てていろんな役割をしていると。でしかもその活性化するものは温度だけじゃなくていろんな味物質とか匂い物質とかいうのも、活性化するわけですね。例えばここにアリルイソシアネートとかありますけど、この辺は匂い物質ですね。アリシンっていうのは、ガーリックの香りとかいうやつですね。こんな感じで、その化学感覚と状態としてもこう機能するわけです。で、このトリップチャンネルもやはり、やっぱりこういった外からの感覚、外からの信号を認識する状態ですから、進化でかなり変化していきます。でこれはですね、ここにあるように温度生産トリップ V3 っていうチャンネルのことなんですけども、脊椎動物の共通祖先には、あったんですね。ところが、この魚の方では欠失してしまった。
で、陸生の脊椎動物ではこう維持されたんですけども、その生物の生育環境温度に応じてこの機能も変えていった。例えばカエルなんかはこう両生類ですね、これは低温の感受性になっていた。それに対して、哺乳類はこの受容体は温度による温度の刺激の感受性を高めていたと。今トリップチャンネルの方もこういった温度のチャンネルもやはりその生育環境に応じてですね、その機能を変化させていっている。おそらくこの、感受性の変化っていうのは、タンパク質上の、変化、すなわちここに書いてありますけども、哺乳類と同じタンパク質末端の構造を獲得ということで、要するに遺伝子上で、変化、ミューテーションとか入ることによって、変化することによって、その機能も変化させてきたということで、そういう意味では、嗅覚状態も同じような議論をさっきしたと思いますけども、やはりその外からの外界からの信号を獲得す認識するようなタンパク質というのはやっぱりこういった形で変化しやすいということが共通的なこととして言えると思います。さて、最後にですね、フェロモンの話をしたいと思います。で、フェロモンは、さっきから話しているようなその匂いと大きな違うところは、匂いはそういう意味では識別をすればいいです。例えばこれは食べられるものなのか食べられないものなのかとか、あるいはこれは、そのバラの匂いなのかバナナの匂いなのかとかいう感じの多分識別になると思うんですけども、フェロモンの場合はその空間に存在するさまざまな化学物質、それは匂いであったりとかいろいろするんですけども、その中からそのある特定の信号、としてのフェロモンを、抽出しなくちゃいけない。例えば仲間の異性の匂い、それからお母さんの匂い、それから、そういった、ピンポイントでですね、雑多な情報の中から、一つその重要なフェロモン情報をそのセンサーが抽出するわけですね。だからちょっとそういう意味では、考え方っていうか、そのシステムが違うわけです。ただ単にその多様性を認識するものではないということです。で、じゃあ、フェロモンっていう、言葉のまず意味ですけども、ここにありますように、ギリシャ語の運ぶという意味と、それからホルモンという意味が合体したものです。それで、定義としてはですね、ある個体が発して動詞の他個体において特定の行動の誘発や生理的な変化を引き起こす物質というふうに定義されます。で、ここで重要なのはまず、匂いとかあるいは揮発性のという言葉はないですね。そこが重要なところです。よく誤解している人もいると思うんですけども、フェロモンはこう飛んでくるものだというふうに思う。もちろん飛んでくるものは多いんですけども、必ずしもそうである必要はないということです。で、重要なのはここにあるように同種の他個体において、要するに同種の間のコミュニケーションに使われる物質だということですね。例えば、猿が人間の香りを嗅いで発情しても、それはフェロモンではない。だからやっぱ同種の間で起きること。だから人間のフェロモンがあれば、それは人間同士の間で起きることです。で、もう一つ重要なのは、ある特定の行動が誘発されたり、生理的な変化を引き起こすというものです。ですから、例えば、アロマテラピーであるように、ラベンダーの香りを嗅いで、鎮静しました、こう落ち着きましたという、それはじゃあフェロモンかというと、確かに生理的な変化を引き起こしている物質ですけども、同種の他個体じゃないですね。ラベンダーは植物が発しているわけですね。ですからそれはフェロモンではない。だからもし男性の香りを、人間の男性の香りを嗅いでどんな女性も落ち着くというような 状況が起きれば、それはフェロモン現象になるわけです。で、フェロモンという言葉はそもそもついたのは、この蛾で、メスが、オスを引き寄せるという、こういった現象です。で、これはカイコでも有名な話ですけども、そもそも、100年ほど前にファーブルが昆虫記で、記述しました。メスがオスをすごい遠い距離から呼んでいると。
でそこで重要な知見として、それはおそらく何らかの物質が出てるに違いないと言ったことを言ったことです。まあ、それはファーブルの非常に先見の目というか、観察力があったあれだと思うんですけども、それが最終的に50年後に、見つかってフェロモンって言葉がつきました。あと例えばミチルシルベフェロモン、これはアリンコが、餌に向かって行列をなしていくものですね。これは餌があったところから巣に戻る過程でアリンコは、そのミチルシルベフェロモンをポタ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 垂らしていくわけです。そうするとその後をたどってアリンコは餌のところに行くことができる。これは揮発性のものじゃないですね。不揮発性のもので、その地べたにひっついているものですね。ですからそれは必ずしも匂いである必要はないです。でこのように、メスのフェロモン腺から物質が出てオスが引き寄せられていくと。でこの物質を、ドイツのブテダントという人が1959年に発見してボンビコールという名前を付けました。でこの時にフェロモンという言葉が付けられました。ですから、異性を呼ぶあるいは異性を引きつけるものっていうのが、ある意味フェロモンということになったわけで、未だに我々人間社会ではフェロモン女優とかいう言葉が出てきますけども、異性を引きつけるっていう意味では確かに正しいのかもしれないですけども、テレビを見て引き寄せられるっていうのはそれは間違いですね。こういったフェロモン物質がテレビを通して飛んでくるわけではないので、それは間違った使い方ですけども、いずれにしても、この時にフェロモンって言葉が付けられる。非常にセンシティブで約80分子で1匹のオスの行動を誘発できるというふうに言われています。非常に感度の高いものですね。だから、この場合はこのボンビコールっていう情報をピンポイントでこう感じる必要があるわけですね。だから匂いの識別とは違う、これをきちっと感知しなくちゃ。でその感知するものが、やはり匂い、嗅覚受容体です。先ほどの昆虫の受容体は N 末端が中に入ってて、C 末端が外に出てるという話をしました。でやはり蚕の性フェロモンもこのタイプでして、で、こういったちょっとコンプレックスにしてませんけども、このフェロモン受容体とこのコンプレックスを作ってチャンネルになっているということです。でそのコンプレックスっていうのはこういった形で見ることができる。これは蚕のアンテナの写真ですけども、根元に神経があります。でそこで、フェロモンの受容体とそれからそのパートナーを、別々に染めてみますとグリーンとレッドになるんですけども、この両方が出ているところ、黄色いところがフェロモンを感じるところですね。で、そのフェロモンを感じた情報っていうのは脳の方に、伝わっていきます。フェロモンを感じると視点信号に変換されて、それがまず嗅球に行きますね。それからその後性交度が誘発される。で、この場合は、先ほどの匂いの識別とは違って、この神経をこう特異的に発火させるとある特異的な神経回路を介して行動が誘発される。だから、パターン認識とかではなくて、この一つの分子を、認識してその信号が特異的な神経回路を介して行動を誘発するということですね。だからここがさっきの匂いのただ単なる識別とは違うところになるわけです。で、もう一つその行動を引き起こす、先ほどのこの和製行動、メスがオスを引きつけるという行動を記憶しました。もう一つ行動を引き起こすフェロモンというのが有名な話をしたいと思います。でこれは、ウサギの赤ちゃんが、人の親指と人差し指に首を挟まれている、首を挟まれて持たれているという感じですね。でここに、目がこう両側にあって、ここに鼻があります。でこの赤ちゃんにこの匂い物質をこのように提示してみます。でそうすると何が起きるかっていうと、パクッと口開けるんですね。パクッと口開ける。でこれ他の匂いを嗅がしても絶対こういった口を開けることをしません。でなんで口を開けるかっていうと、実はこの物質は、ウサギのお母さんのお乳の中に含まれている物質なんですね。
ですから、この赤ちゃんは、お母さんの 胸元あたりをまさぐってる間にその乳首のあたりにこう鼻が行くと、この匂い物質を感じて口をパクッと開けて、乳首をに吸い付いてミルクを飲むことができるわけです。ですからもし鼻がなかったら、口を開けて乳首から、ミルクを飲むことはできないわけです。ですからまあこれはお母さんと赤ちゃんを結ぶ大切な絆となるフェロモンであるわけです。で、脊椎動物でこのように非常に明確な、その行動を引き起こすフェロモン物質として見つけられているのは多分今のところこれぐらいだと思います。他はまだまだ研究の段階にあるものが多いと思います。で、ここで、フェロモン現象で一つ重要なのはこういった行動が、先天的な行動であるということです。で、どういうことかというと、何が先天的な行動で何が後天的な学んだ学習的な行動なのかといったことをこの実験系この現象の系で非常に明確に示すことができています。で、まずミルクでこうちゃんと口を開けます。フェロモンでちゃんと口を開けます。ところが、このどんな他の匂い物質を嗅がしても絶対口を開けません。ところが一度ですねこのフェロモンとこの匂い物質を混ぜたものを嗅がせます。そうすると口を開けます。で、その後にこの匂い物質を提示すると口を開けるようになるんですね。で、これは、先天的には開けない行動を後天的に学習してこの匂いがあるところには、きっと乳首があるに違いないっていうふうに覚えてしまう。で、覚えてしまった結果こういう行動を引き起こすということで、これはフェロモン現象ではないですね。明らかに後天的に学習した現象になるわけです。ですから人間の場合にしてみますとよくその赤ちゃんはお母さんをちゃんと識別してるっていうふうに言うことを言われます。赤ちゃんを仰向けに寝かせて右側に、お母さんの胸パッド左側に別のお母さんの胸パッドを、置くと、そうするとウサギの赤ちゃんは、そのお母さんの方を向くという実験はよくされてます。で、あれはですね、やっぱりこの後天的な学習だと思います。ミルクを飲みながら、そのミルクの匂いとかをやっぱり覚えてるんだと思います。それはあれは、先天的な行動であるわけではないわけですね、あるいは羊水の中にいた時から覚えてる匂いなのかもしれません。これは一つ重要な視点でフェロモンってフェロモン現象であるかそうじゃないかっていうのはやっぱり本能的なものであるかというのが一つ重要な視点になります。で、今見たのが、フェロモンのうち、ここで言うね、行動の誘発を引き起こすものと生理的な変化を引き起こすもののうち特有な行動を引き起こすものを見てきました。で、これは、別の言葉でリリーサーフェロモンと言います。行動をリリースするということで多分名前がついたんだと思いますけども、リリーサーフェロモンということで異性を引き寄せるフェロモンとか仲間を集めるフェロモンとか先ほどのアリンコの道しるべフェロモンとかあるいは、産卵フェロモン、これはここで卵を産むべきだというそういったもの、それからマーキングですね、そういったものは特有の行動ですねを引き寄せるわけです。それからもう一つフェロモンでこの生理的な変化を引き起こすというものがあります。で、それはプライマーフェロモンと言われています。なんかプライミングするそういった現象をプライミングするという意味だと思うんですけども、生理的な効果を引き起こすものです。で、これは生殖器が、同期化したりとか発情促進、妊娠阻害、子供や母親の関係、いろいろあります。で、これはですねよくマウスでかなり研究が進んでます。で、有名なのはオスの匂いを嗅ぐとメスの性成熟が促進するという現象、それからオスの匂いを嗅ぐとメスの発情が誘起されるというウィットン効果、こっちバンデンバーグ効果、それからちょっとドラスティックな効果として妊娠の阻止というものがあります。これどういった現象かというと、マウスがオスとメスで交尾をして、交尾します。で、その後、妊娠直後にですね、
メスが別のオスの匂いを嗅ぐと中絶してしまうといった現象です。でなんで中絶しちゃうかっていうと、交尾した相手のオスの匂いは覚えてるんですけど、別のオスの匂いが来るとですね、ドーパミン経路が動いて、その結果プロジェス、黄体形成ホルモンとか、プロラクチンとかいったホルモン のレベルに影響して、最終的に卵の着床が、子宮内での着床のが阻害されてしまって、に流産しちゃうと、そういった現象です。ブルースっていう人が発見したので、ブルース効果と言われてます。他にもいろいろ、まあ、いろんな効果が出ています。あとメスからオスっていうのもあります。テストステロンの分泌を促進したりとか、まあ、いろんな現象が知られてます。メスメス同士、異性ではなくて同性でも起きます。メスの匂いを嗅ぐと、メスの他の他個体のメスの発情が抑制されると、リーブート効果というのがあります。でこれはどうやらその、生理的な意味があるというふうに言う人がいます。どういうことかというと、普段は、お母さん乳離れする前はお母さんがいると、そうすると娘はお母さんの匂いで発情が抑制されていると。で乳離れした途端にですね、オスの匂いを嗅ぐと発情が誘起されて、交尾すると。だから乳離れするまで発情は抑制されていると。でこれはなぜかっていうと、もし発情が抑制されてないとお父さんが交尾しちゃう可能性があるというふうな、そういうことを避けるたびに、お母さんのところにいるときは発情が抑制されているということが、言われています。まあ、オスは、まあ、もう攻撃とかしますね。これは、まあ、行動なんでリリーサーフェロモンですけども、まあ、こういった、リリーサーフェロモンだけじゃなくて、さまざまなプライマー効果、プライマーフェロモンの現象がマウスでは知られています。でこれらのマウスの、そのフェロモンを感知する器官がこのジョビ器官というやつです。これさっき、前半で少し出てきたと思うんですけども、ここを取っちゃうと性行動とか社会行動がおかしくなるので、まあ、ここがフェロモンを感じる器官だというふうに考えられています。でここ切片をこう作ると、これ鼻腔があって、その匂いが通過するところですね。でその下の方にこの隙のような形をしているのがジョビ器官です。でこれ拡大するとこのようになってて、ここがフェロモン物質が入ってくる内腔ですね。でそこの横に血管がこう走っててですね、この血管が収縮するんですね。で収縮することによってこのフェロモンがこのジョビ器官に取り込まれるというふうに、考えられています。でこれが、まあ、フェロモンを感じるセンサーということ。それで、このフェロモンですけども、いろんなものが、知られています。揮発性の物質、ほとんど尿から出ています。発情を促進したりとか、性周期を同調したりとか、まあ、いろんなものが知られています。ただし、まだこれは実証がまだされてないですね。でこういった揮発性物質だけじゃなくて、不揮発性物質のフェロモンも知られています。例えば尿に含まれている、タンパク質、主要なタンパク質で MUP というのがあります。これ後で、またお話ししますけども、発情の促進、あるいはオスオス同士だと攻撃になります。それからさっきの妊娠阻害は MHC ペプチドだと言われています。それから今日お話しするのが、我々が以前に発見した ESP1 というペプチドで、これはオスの涙腺から涙に分泌されて、メスの交尾受け入れ行動を促進させる、そういった効果を持っているフェロモンです。だフェロモンはこのように、匂うものだけじゃなくて、不揮発性の物質も、フェロモンとして、作用するわけです。で揮発性のものと不揮発性のもの そのメリットデメリットがあると思います。揮発性の物質はパッと出て遠くまで飛ぶことができるっていう、そういうメリット。ただし揮発性の物質は遠くまで取るけども、拡散してしまってすぐ薄まって、その直後だったらいいけども、その後効果が出なくなっちゃうわけですね。そういうデメリットがある。それに対して不揮発性のフェロモンというのは、当然遠くまで飛ばないわけですね。空気中飛ばないから遠くまで飛ばないっていうデメリットはあるけども、メリットとしてはそこに長時間とど、まることができる。だからマーキングしとけばそこにずっとそれはいるわけですよね。でもう一つ重要なのは、不揮発性の物質はこれペプチドですから、遺伝子にコードされていると思います。こっちは代謝産物ですね。
代謝産物だからそういう意味ですごいコントロールされてます。こっちの遺伝子、こっちは遺伝子にコードされてますから、永久にその情報はその個体から出すことができるわけですね。だからそういったデメリットメリットがあるわけです。で今日はこっちの方を中心に話したいと思います。なぜかというと、まあ、あのゲノムビッグバンですから、ゲノムにコードされてる、情報を、まあ、あのまあ扱うあれなんで、まあ、特にこっちの話をしたいと思います。でまずはこの、我々が見つけた、涙からのフェロモンの話をちょっとしたいと思います。まあ、なんかこう寄っていく匂いがあって、お互いで接触していると。でそこでまあ我々が発見したのはこのペプチド製のものだったわけです。でちょっとそれで、この話、どうやってきっかけを作って、どういうきっかけでこれが見つかったかっていう話をしたいと思います。まあ、実際に実験に関わる人にとってはそういう話は重要だと思います。まあ、もちろんあのゲノムレベルでやってるドライの実験をやってる人にとってはあれかもしれないですけども、少しウェットな実験をやってる人にとってはこういった話もあるかなと思います。でまずですね、我々がやったのはきちっとそのものをまず取るってことなんですけども、性特異的な信号を見たかった。すなわちここに、バージンのメスがいます。でそこにオスのトコジキ、オスのマウスが汚した、トコジキを入れます。でこれが、まあ、フェロモン源となるオスの信号、それでそのオスの信号がそのジョビヒカに取り込まれるのを見た。そうすると、このトコジキにさらすと、このジョビヒカンでシーフォスっていう神経の発火を指標とするタンパクで染めると、このようにいくつかの神経がこう活性化されているのが分かります。でこれを定量するとこのように、オスメスを合わせると、トコジキじゃなくてオスメスを合わせると、オスでもメスでもジョビヒカンでこうシーフォスの発現誘導から、この結果っていうのはどういう結果かっていうと、オスからメスの信号が出て、メスからオスに信号が出て、お互いのジョビヒカンが活性化されているっていう結果になりました。でこの結果から、異性の信号を発生できるということがこれで分かったわけです。それで、次にやったことは何かというと、この、物質がどういった物性を持っているかということです。それで、やったのが、これはまあ非常に、ケミストリー的な発想なんですけども、さっきのようにこうメスマウスがちゃんとトコジキに接触できるような状況と、それからその上に網を張って、この汚いトコジキの匂いは嗅げるけども、接触できないっていう状況を作ってあげました、人工的に。でそうすると何が起きたかというと、こう離しちゃうといくら匂いは匂えても全く活性化は見られない。こう接した時だけのみちゃんと活性化、すなわち直接接触が必要、すなわち匂いみたいなものではなくて、なんか直接接触によって伝播されるタンパク質とかペプチドみたいなもんじゃないかっていうことが分かったわけです。でじゃあ次に、じゃあどっからそれが出てるのかと。なんか活性物質を見つける時っていうのは、必ずその分泌源というか、どっから出てるかを探さないといけない。でオスが汚したトコジキにはたくさん活性がある。ところが、まあおしっこを見るのは普通ですね。さっき表で見せたように、ほとんどのフェロモンはおしっこから取れてる。おしっこを見たんですけども、全く活性がない。で今まで基地のフェロモンをやってみたけど全く活性がない。ところが毛を剃ってメスに与えるとちゃんと活性が出るということで、オスの体からどっかから出てくる物質だけども、おしっこでもない、どっか別のところから出てくるものだっていうのが分かった。でこれがその後でいろんなところを探したのになかなか見つからなかったんですけども、大学院生が頑張ってくれてですね、2箇所から分泌源があった。一つはこの ELG っていうこと、エクストラオービタルラクリマルグランドっつって、眼下外涙腺って、この耳の下にある涙腺ですね、ここから分泌されて涙が出るんですけども、ここと、それから顎下腺ですね、唾液に分泌される、その両方に活性があること。で実際に異性のシグナルとして存在するのはこの眼下外涙腺だということで、ここから物を取ることにしました。で、3段階のクロマトグラフィーで、活性核分をきちっと、取って、でその後に、活性核分の N末端のアミノ酸配列と、それからトフマスですね、トフマスの質量分析、これは柏キャンパスには生命棟にありますけれども、
トフマスを測ることによってこういった遺伝子ってことが分かりました。でこれはあの新規の、ペプチドだったので、外分泌腺から出るペプチドということで ESP1 というふうに名前を付けました。で、このタンパク質を、リコンビナント組み換えタンパクを作ってやるとちゃんと活性があると。でちゃんとドースディペンデントに活性が起きて、こいつを除備期間に与えると神経発火が起きるということで、我々が求めていた物質だということが立証されました。で、この ESP1 ペプチドは、オスで出てメスでは全く出てない。しかもオスも4週齢以降で出る、すなわちちょうど3週ぐらいっていうのは、あの人間でいうと10代ですね、思春期だ、性成熟する時期です。だ性成熟後のオスの涙になると、涙 の眼科外流線で他のところから全く出てこないといったペプチドであることが分かった。で驚いたことにこれ新規ペプチドだったんですけども、ゲノムからガサ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 、相当ペプチドが見つかってきました。一番上がマウス、2番目がラット、3番目がヒューマンです。で一番上見てほしいんですけども、ESP クラスターのこの1というやつが、これですね、最初に見つけたやつなんですけども、ここに1があるんですけども、こうバーッと見ていくとですね、40個ぐらいですね、相当ペプチドの、ファミリーがこう並んでることが分かる。でこれは、実は有名なところの場所で、マウスでいうと染色体17の MHC クラスターという、主要組織適合抗原複合体を高度しているクラスターのすぐ横にあること。ここには嗅覚状態遺伝子とクラスターがありますね。嗅覚状態遺伝子でその横にこうやってバーッと並んでたわけです。でこれを、発見したのは我々2005年です。でネイチャーに出してるんですけども、皆さんご存知で2005年って言ったらもうマウスのゲノムプロジェクトは終了してですね、アノテーションも全部終わってですね、かなり解析し尽くされてた頃です。ところがこの我々が取った ESP1 というペプチドは全く手つかず、しかもこういった遺伝子ファミリーがあるっていうことを全くレポートされてなかったんですね。ですから、バイオインフォティクスやってる人はですね、こういったハードの情報があれば全てもう、網羅的にこう解析尽くされていると思いきや、結構お宝がまだ眠っているということが、示唆された、結果だったわけです。もちろん今はもう当時からもう 5,6 年まだ経ってますから、もっと、情報はちゃんと集積されてですね、新規遺伝子なんていうのはもうまずないと思いますけども、こういったウェットの実験からですね、新規遺伝子が出てまだ出てきたんだといったことでもかなり驚くべきことだったんですね。でもう一つ特徴的だったのは、ラットで10個ぐらいに減っているだって。でヒューマンで同じような場所を見てみるともう全くこれはなくなってるんですね。だどうもこれも非常に速い速度で変化している遺伝子群じゃないかということが分かったわけです。で、これらの系統樹を作ってみました。でそうするとこの下にあるような感じです。で、ちょっと小さくて見づらいかもしれませんが、緑が、ラットの ESP です。でそれ以外は全部マウスです。で青のは何かというと、これはの後で示しますけども、発現が確認されているやつですね。他はなんか偽遺伝子化してしまっているやつですね。でそうするとちょっと数が少ないから微妙なんですけども、このあたりのクレードを見るとですね、マウスでこう重複されて増えてきたって感じですね。でもともとラットのラットがこれがオルソロブだったということですね。で、ラットだとここで2つに増えてますねという感じで、これもやはりそれぞれのラットあるいはマウスで増えたり減ったりするようなものだったんじゃないかなというふうに思います。でこの他に、オポッサムで同じ似てるやつを見出していますということは、脊椎動哺乳類の共通祖先に、あったんじゃないかなと、それは必要に応じて多くなったり少なくなったりしたんじゃないかなと思います。で、結果から言うとですね、
この40個何してるかというと、 ESP1 に関しては後で話すように、メスの性行動を誘発する性フェロモンでした。で他はですね、雌雄差、1個メス特異的なのがあるんですけども、基本的にはオスメス両方出てるんで、まだはっきりしたこと分かんないですけども、これらの発現量が、個体によって違うんですね。個体によって違うので、もしかしたらその個体識別に関わってるものじゃないかということになります。だからマウスの場合は、匂いでその識別するだけじゃなくて、こういった、不揮発性の物質ですね、涙に含まれる不揮発性の物質で、相手を、先ほどそのメスとオスがこうお互い顔のあたりをでコミュニケーションを取ってる動画を見せましたけども、そういったことをやってるんじゃないかな。だからここでもやはり多重遺伝子ファミリーっていうのが、一つそういった個体情報というか、何かを識別するための情報源になっているということが言えるのかもしれません。で、これが、ESP ファミリーのアミノ酸のアライメントです。こう見るとですね、かなり保存性は低いです。この分泌タンパクなので、この前に、シグナルペプチドがあるんですけど、シグナルペプチドのその直後がかなり保存されている以降はですね、かなり相当性低いですね。長さもまちまちです。だからかなりそういう意味では、これがファミリーだっていうことをそのハードの情報から読み取るのは結構難しかったんじゃないかなというふうに思います。それで鉄活の陣だったのと思います。でこれで、発言パターンを見てみると、全部が発言してるわけじゃなくて、発言してるのは40個のうち半分ぐらいが発言してました。で発言してるやつを見ると、これさっきと違うのここにシグナルペプチドがあって、それが切れて、それで、プロセッシングされて出てくるようなペプチドです。でこのように、イントロンが挟んでこうエクソンがですね、飛び散ってるのが、またこの飛び散ってるのがその、やっぱりそのゲノムのハード情報だけでは読み取れなかった原因なんじゃないかなと思います。で長さが短いということもですね、ちょうど70から100アミノ酸ぐらいの長さ、100もないですね、70ぐらいが多いですね。で70ぐらいのアミノ酸っていうと、いわゆるそのペプチドームというペプチド の網羅的な解析から落ちてしまう。で今度プロテオーム解析だとやっぱり 5、6キロダルトンみたいなやつっていうのはやっぱりSDS ページでもちょっとセパレーションしにくいので脱落してしまう。ちょうど微妙な大きさなんですね。だからペプチドームでも引っかかってこないし、プロテオームでも引っかかってこない。しかもこうやってイントロンイクソンがたくさんあるような状況で、相動性も低いっていうことで、新規遺伝子だったんじゃないかなと思います。で、この、ESP1 ですけども、オス特異的出てますけども、その思春期以降に出ます。でそれに対して、メス特異的なのがあって、思春期以降にメスだけで出る ESP ファミリーもある。でこいつらは、オスを去勢すると、出なくなります。オスを去勢すると出なくなる。でメスを去勢すると出るようになるということで、男性ホルモンによって制御されているということが分かります。ですからこういった性の信号を持つだけじゃなくて、個体識別にも関わっている可能性ということになると思います。でこれらの ESP ファミリーは全部リコンビネを作ると全部ちゃんと電気応答を引き起こします。ですから、ちゃんと、ジョビフィカンのリガンドになるだろうと、これコントロール実験ですけども、ちゃんとジョビフィカンのリガンドになるだろうということは我々の手で示して、でこういったその、ESP ファミリーですね、今後でちょっと性行動に関わることを話しますけども、こういったものがクロモゾーム17でいっぱい載ってましたと。でこれ以外にもこういった個体認識とかそのフェロモン的な役割をするタンパク質があります。一つはさっきちょっと出てきましたメージャーユーリナリープロテンズで MUP というやつで、尿にあるやつです。でこれはですね、クロモゾーム4に載っててですね、これもやっぱり多重遺伝子ファミリーを作ってるんですね。それでどうもその遺伝子の配列が微妙に個体によってその多形が激しいということで、どうもその個体認識、特にメスのオス選択に関わったりとか、オス同士の攻撃に関わったり、そういった形で個体認識に関わってるんじゃないかなというふうに考えられています。それからもう一つは、これはまだ機能がよく分かってないし、ジョビ機関で認識されるか分かんないんですけども、アンドロジェンバインディングプロテインというのがあります。
これはあの交尾相手の選択、まあ、これとちょっと似てますけどもに関わってるんじゃない、まあ、要するに個体認識ですねに関わってるんじゃないかと言われた。これはクロモゾーム7にあってやっぱり多重遺伝子ファミリー、いずれにしてもこういったですね、個体の情報をコードするような遺伝子っていうのは、まあ、大体ゲノム上で多重遺伝子群クラスターを作っていて、系統によって多系があると、まあ、系統というのはあの元をたどればマウスの場合は個体差ですから、そういった、まあ、多系個体の違いっていうのを作り出しているということが言えるかもしれない。だからさっきの、匂いという多様な情報を認識するシステムと識別するシステムという説明をしましたけれども、ここでは逆にそういう多様性を生み出すものがその遺伝子にこうやって多重遺伝子ファミリーとしてコードされているという、ちょっとこう発想的には逆なんですけれども、同じようなアナロジーで理解できるような、部分じゃないかなというふうに思います。まあ、そういう意味で、ゲノム今回の GCOE にも関連するこういったその遺伝子上でのさまざまな情報っていうものが、まあ、こういった多重遺伝子群を見るとですね、いろんなことが見えてくるということになると思います。で、じゃあこういったフェロモンとかそういった情報分子の、受容体ですけども、これ先ほどどっかで出てきた図だと思いますけども、この N 末端が長いやつと短いやつが、発現します。で短いやつは特に、カモノハシとか、マウスとかで多いですね。それから、V1R とか短いやつはカエルとか、まあ、あと齧歯類で多いですね。でこういったものが、序尾器官でこう発現しているわけです。でこれは総数で、300個ぐらいありますね。でさっきのこの ESP が40個ぐらいで、MUP が10個ぐらいかな、で ABP が10個ぐらいです。ですからまあこれだけでもまあ50個ぐらいあるわけですね。まあ、その他にもいろんな情報分子があると思いますので、大体こう300ぐらい のセンサーがそういったフェロモン情報を認識してるんじゃないかな。それで、特にそのこういったペプチドの認識に関してはですね、比較的特異性が高いです。ですからこれも、我々最近見出したやつでは、涙からの ESP1 はですね、この120個のうちたった1個だけでのみ認識されます。これ1個だけです。他のものはこの ESP1 は認識しないです。それでこの化学信号を電気信号に変換する。だこれはさっきの匂いの、組み合わせの問題とは違いますね。これピンポイントで一つだけ認識される。で一つだけ認識されたものはどうやって行動を引き起こすかといったことで、やってみた実験がこのメスの、マウスに、ESP1 をまず晒します。でその後オスに、合わせてどういった行動を示すかといったことをやってみました。ちなみにこのストレインのマウスはESP1 を出してないのでナチュラルロックアウトです。自然に ESP1 がノックアウトされたマウスです。ですのであらかじめ ESP1 を晒しといて、晒しときた場合と晒さないときで区別することができる。で結果的に言うと ESP1 によって何が多くなったかというとロードシス行動というのが促進されました。でロードシス行動というのはどういう行動かというとオスのマウントに対してメスが受け入れる姿勢ですね。でどういった姿勢かというとメスの4つの足で踏ん張って顎や顔がちょっと少し上に沿ってお尻を突き出してオスのマウントに対して逃げようとしない交尾を受け入れるこういった、行動です。まあ、実際見てもらった方が早いと思うのでありますけども、これ今、オスが白でメスが黒です。で一生懸命今オスがマウントして交尾をしたいと思ってるんですけどなかなかメスが受け入れてくれないんですね。じっとしてくれない。でやっぱりこういったのが何回かこう続くわけですね。でただこのメス別にこのオスが嫌いなわけじゃなくて、メスはまあ今こう見ると分かると思います。オスの方にこうやって寄っていったりしてるんで特に別に嫌いじゃないわけですね。
それでお互いでオスがこうやって乗っかる、まあ、ちょっと今受け入れかけてますけども、きちっとこう受け入れてくれない。でこれ大体10回に1回ぐらい成功するんですね。じゃ あの ESP1 さらされたあのマウスはどうかと。だからこう下を見てください。でオスが今メスに乗っかって、今ここでロードシスコードを引く、首が少し上がって、ちゃんとオスのイントロミッションを受け入れてます。でこのように ESP1 をあらかじめさらしといたメスはですね、オスに対して受け入れ体制をかなりの確率で取ります。で今、ここではちょっとまだ受け入れてないですね。ここで比較的受け入れてますね、じっとしてますね。でまあもうちょっと、もう少しこうビデオを回すとですね、今乗っかって、今ロードシスを起こしてますね。メスがこう顔を剃ってますね。でオスのイントロミッションを受ける、こういったあれです。で今見たように ESP1 にさらされてないと大体ロードシスの確率で 10% ぐらい。どういうことかっていうと、オスが10回マウントして交尾を仕掛けたら1回ぐらい受け入れてくれると。まあ、10回に1回ぐらいしか受け入れてくれないわけです。ところが ESP1 をさらしておくと、これ 50% 近くなってますね。2回に1回を受け入れてくる、かなりこう確率が上がるわけです。でこれが本当に ESP1 を返しているのかといったことで、そのさっきの受容体をノックアウトしてました。受容体をノックアウトして、発言しなくなったような状況にしてやるとどうなるかっていうと、ノックアウトするとこの上昇が全部消えちゃうということで、さっきの、ESP1 からその VTR のある一つの受容体を介してこの行動が引き起こされたということです。だからこう ESP1 という涙から出てきた、オスの涙から出てきたペプチドがメスのジョビヒカに取り込まれると、この受容体 VTRP の一つの受容体が認識して、そのシグナルがピンポイントで、細かいことは話しませんけども、脳の方に入っていって最終的に行動を引き起こすと。でこのシグナルっていうのは、この一つの受容体をノックアウトすると消えるということで、これピンポイントの情報になるわけです。だこれはさっきのその匂いの識別というのとは違って、フェロモンの場合はあるその重要な情報をピンポイントで認識して伝えていくっていうことになるわけですね。これはさっきのカイコのフェロモンもそうです。なんかそういった特別な行動、あるいはフェロモン現象を引き起こすものっていうのは、得てしてある特定の受容体があって、その後にある特定の神経回路があって、最終的に行動が支配されるということがどうも多いようです。さてこの結果、去年、ネイチャーに出した時にいろんな新聞が取り上げてくれたんですけども、ただしマウスということで、まあ、マウスに特有のフェロモンということで、人間ないのかつまんないなっていう話にちょっとなりかけてました。ところがですね、まあ、マウスの繁殖制御には、まあ、使えるんじゃないかと。要するに交尾確率が上がるわけですので、ということで特許にも取ってですね、やってます。でじゃあ実際にじゃあ、ESP1 を分泌するオスマウスは繁殖能力が高いかということをやってみました。で実際はですね、実は近郊系の研究室にある、マウスたちはですね、ESP1 の発現量低いんですね。実にバルブ系統と DBA 系統以外のマウスはもう全部出してないんです。でこれをこの結果を見た時に我々ちょっと焦ってですね、というのがフェロモン取ったって言ったのにほとんどのマウスで出してないじゃんということになったわけです。ところが、よくよくチェックしてみるとほとんどの野生マウスでは出してるんですね。ですからどうもそのこれもですね、また進化の、過程が早いようで、要するに野生の マウスはみんな持ってるわけで、10回に1回しか成功しないとこれ困るわけで、やっぱりフィールドだとですね、やっぱりちゃんと成功して交尾させないといけないわけで、やっぱりちゃんと ESP を出してるけども、研究室の中で、あるいは実験室の中でずっと携帯されてちっちゃなこういったケージで飼われてた結果、この ESP1 の発現がこう脱落していったというふうに考えます。で実際ですね、これタンパク質でこう定量してるんですけども、メッセンジャー RNA レベルで見るとまだ出してるものがあるんですね。
ですから、どうも何百回とこう掲載されている過程でですね、転写効率が落ちて翻訳の仕組みが脱落して、最終的には転写がいかなくなってこうやって脱落してしまった。ですから最近、マウス使っている人はよくわかると思うんですけども、B6 とか129とか比較的ノックアウトで使われるようなマウスの系統っていうのは繁殖がしづらい、ノックアウトとかノックイン作ってもなかなか増えてくれないって困っている人がいると思います。ESP1 出してないからと思います。実際ですね、 ESP1 出しているバルブと、ESP に出してない B6 でどっちの方が、交尾確率が高いかと見てみるとバルブの方が強いんですね。ですからどうも野生マウスで持った ESP1、 これはオスとしてやっぱり非常に重要なフェロモンだったわけですけども、どうも、安易な形でその小さなケージに飼われているうちに、フェロモンを出す、能力がなくなっていったんじゃないかなと思います。でこれもやっぱりさっきの嗅覚状態遺伝子と同じでですね、やっぱり進化の過程で必要のなくなったものはやっぱりどんどん脱落していくというところなんですね。だから ESP1 も小さなケージだったらもう必要ないということで、ミューテーションとか入っておそらく脱落していったんじゃないかなというふうに思われます。これもやっぱりその遺伝子レベルでの非常なスピードの速さっていうのは驚くべき、その性行動を制御する性行動という大事なものであるのにかかわらず非常に速い速度で進化しているということですね。でまあじゃあ、人にはフェロモンがあるかという話にもなると思います。で人でも、フェロモン現象は、報告されています。で一番有名なのが、女子寮効果というやつです。でこれは女子寮で青春期が同調するという現象を、現在シカゴ大学のマーサ・マクリントックという人が大学院生の時に発見したやつです。それで、それをその後ですね、女子がその排卵している直前と直後の匂いを別の女性に嗅がせると青春期が長くなったり短くなったりするっていう、そういった結果を出してですね、確かにこれはフェロモン現象であるということが報告されました。ただし物質はまだ見つかってないです。ですからそういう意味でフェロモンがまだ見つかっているわけではない。でなんでこんなことが起きるのかというのは、いろんな説あるんですけども、一つは霊長類とかですね、他の霊長類は青春期が非常に長い動物がいますね。ゴリラとかチンパンジーとかね、周期的には 何年かに1回しか排卵が来ない。でやはりそういった動物にとっては、青春期が同調して一気にみんなで妊娠してみんなで協力して子供を育てることが意味があるんじゃないかと、そういったものの名残じゃないかということを言う人もいます。いずれにしても現在人間の社会ではですね、こういった女子が青春期が同調するということの意味っていうのはもうあんまりなくなっていってるんじゃないかというふうに思います。でもう一つ、このリーブート効果という、マウスのリーブート効果に近いような現象っていうのは報告されてますけど、僕はちょっとまだ怪しいなと思います。いずれにしてもですね、まだフェロモンは見つかってません。ましてや、異性を引きつけるようなフェロモンというのはおそらく人にはもうないと思います。もうそれは多分、必要なくなったからもう早い段階でそれは脱落して、もう誰もそういう人間にとってはそれは必要のないものとなっていってます。やっぱりフェロモンというのはその本能的なものでその生物の生存あるいは子孫を残したりするために非常に重要なものである必要があるわけですね。だからそういう意味ではこういった形でフェロモン現象はまだ人間の社会には残ってるんですけども、もうおそらく必要ないものが多いと思います。で、それとは別にさっき言った主要組織適合抗原複合体の遺伝子の竹っていうものが匂いの違いを生み出してパートナーの選択に影響するっていうことも言われています。これもある意味多様性を生み出す仕組みの一つであるかもしれません。でところがですね、最近非常に面白い報告がありまして、これは半年ぐらい前にサイエンスにイスラエルのグループが出した報告で、皆さん記憶っていうか知ってる人もいるかもしれませんけども、タイトルにあるように人間の涙に、フェロモンみたいなケモシグナルがあるといったタイトルです。でこの人たちノアン・ソーブル、イスラエルの嗅覚研究やってるグループですけども、我々がマウスのオスの涙にフェロモンがあるっていうことを報告して、もしかしたら人間にもあるんじゃないかっていうようなことで始めたみたいです。で、どうも、それらしき現象が見えると。
でどういう現象かというと、女性の、悲しい時の涙を、男性の鼻の下に貼り付けると男性の、性欲が減退するという結果です。でどういった実験でやったかっていうと、男性に普通の女性の写真を見せてどう感じるかということを、やると、あまり魅力的に感じないと。それで、あと脳の反応もですね、そういった、部分の反応が落ちてると。だから、どうも女性の泣いた時の涙には、悲しい時の涙には男性の性欲を減退させるような物質があるんじゃないかということを示唆する結果です。でこれは非常に面白い結果というか、人間にもやっぱり涙の中にそういうケモシグナルがあるんじゃないかっていう話なんですけども、まだまだコントロール実験がされてない、すなわちじゃあ悲しくない時の涙ならどうなのか、それから男性の涙ならどうなのか、子供の涙だったらどうなんだっていうようなコントロールされてないので、まだはっきりしたことはありません。ただしやはり、人間社会でもこう顔をすりつけてですね、挨拶するとか、あるいはコミュニケーションを取るような、民族とかもいます。ですから、まあ、他の生物もそうですけども、まあ、進化の過程であまり必要とはなくなったかもしれないけども、人間の、こういった分泌物の中にも相手の、異性あるいは同性かもしれないですけども、のその生理的な部分に影響するようなシグナルがあるんじゃないかということは、非常に、示唆深い発見だと思います。ただし、さっき言ったように、おそらく人間の社会にとって重要ないわゆるフェロモンというのはもう多分ないだろうというふうに私は思ってます。で、今の話をこう聞いてきて、最初にその多様性を認識するシステムということで、さまざまな匂いをどうやって認識しているのかと。で抗原抗体反応とは違って、そのこういった遺伝子としてコードされている受容体を準備することによって、こういった多様性を認識しているということが分かってきています。で一方で今話してきたような、フェロモンのケースですね、いわゆる、これはメスのお尻から出てオスを引き寄せるというこの蚕のやつですね、これはある一つの受容体によって認識されて、それのシグナルが、異性のシグナルとして、行動に出るわけですね。 ESP1 ある一つの受容体を介してある特定の神経回路が誘発されることによって、メスの、交尾行動が促進されると。シスジャスモンというクワの葉から出てくる分子はある一つの受容体に活性化して、カイコの、クワの葉を寄っていくという行動を引き起こす。こういったいわゆる異性のシグナルとか食べ物のホストのシグナルというものは、ピンポイントできちっとしたその特定の神経回路を介して特定の行動を誘発するということが必要になるわけです。ですからこれはこういった多様性を認識するっていうこと以外に、ピンポイントでこう情報を抽出するというシステムも、こういうケミカルコミュニケーションの世界では重要だということになります。ということで、やっぱり匂いとかフェロモンっていうのは、もう今日の話でもうあれでしたと思うんですけど、食べ物の情報である、異性の情報、それから仲間、家族、敵、こういった情報であると同時に、それぞれの個体の代謝状態の情報でもあるわけです。ただこういったでそういったものを、例えば、こういった情報を遺伝子にコードしたり、フェロモンの場合、それから逆にこういった情報を、識別するために、多重遺伝子群を使うという形で、でその遺伝子たちは非常に速い速度で進化していると、そういったダイナミックな世界であるわけです。で、この個体の代謝状態の情報っていうのは非常に人間でも重要であり、それは疾病と匂いということにつながります。すなわちいろんな病気になるといろんな体臭が出るというのは、これはもう昔から、もうヒポクラテスでもがそれは最初に認識したとも言われてますけども、いろんな代謝病ですね、あるいは感染症、
そういったものが、体臭の変化として出てくるというのはもう大昔から知られています。で、一番有名な例は、皆さんがもうバイオケミストリー生化学の講義で必ず出てくるやつがフェニルケトン尿症というやつで、これはフェニルアラニンというアミノ酸の代謝する酵素が欠損しているために、フェニルケトン系の匂い物質が尿に蓄積してネズミ臭いような匂いになると。これはあの遺伝病ですね。これは、生物科学のバイオケミストリーの代謝を理解する非常に重要な、発見だったわけですけども、それ以外にもさまざまなあの疾患と匂いっていうのは、言われています。で、まあ、これが、疾病を、診断する、まあ、指標になるとも言われて注目されているわけですけども、とりも直さず こういった情報は、さっき言ったようなこの個体の代謝状態の情報であるわけですね。で、最近我々はこういった情報の中にこういった匂いはどうなのかというので一つやったのが、皮膚に浸潤してくる乳がんとか頭頸部がんの匂いですね。非常に強い玉ねぎ臭をするんですけども、さっきあの GC スニッフっていうのを出しました。あの女優の高木美穂さんの話をしたやつですけども、そしたらこうやって、乳がんとか頭頸部がんの皮膚に出てきたやつが、発する物質を同定することができて、これジメチルトリスビドってやつですね。でこれが出てくるっていうことは、この辺に感染している微生物が出しているわけで、じゃあそれにその微生物を、やっつけるような抗生物質を投与すれば、患者の、QOL も上がるということで、こういった仕事もですね、あの世の中に役立つ部分もあると思います。でこのようにその代謝情報の情報っていうことですけども、これは人間だけじゃなくて植物の世界も、持ってます。で植物はですね、これ例えば、ダニに食べられたリマ豆です。でそうするとこういった匂い物質をリマ豆は発してて、そうするとこのダニを食う天敵がやってきます。こういうのは三者系という、この食われるもの、食うもの、それから植物の三者系といいますけど、こういうのよく知られてます。でそれ以外にですね、実はこのダニで食われたリマ豆から出てくるこういった匂い物質を食われてないリマ豆が感じると、あらかじめこの匂いを出して天敵を引き寄せるという現象が知られています。でこのように、植物同士でですね、その個体の代謝情報というものをちゃんと把握していると、匂いを介して把握しているというこういった現象が知られています。ですのでやっぱり個体の代謝情報であり、それを匂うことによって、健常のリマ豆はあらかじめ防御を張るわけです。で、こういった出てくる匂いっていうのは餌の情報にもなるし、お互いの防御情報にもなるわけ、いろんな情報源として生物は使っているわけです。でこうやってこう天敵を引き寄せたりとかいうのも、実はこういったのにもちょっとつながるんですけども、これ去年、東大の小石川植物園で咲いた、20年に一度しか咲かないと言われている、世界最大級の花、食大王こんにゃくですね。これ非常に特徴的な臭い匂いを出すんですけども、開いた時に、でその匂いを分析していました。でこの匂いっていうのはハエを引きつけて、この、花がですね、受粉のために引きつけるんですね。でこれ取ってみたらジメチルトリスビドだと。これどっかで聞いたなと思う人というのさっき出てきましたね、浸潤性のがんの微生物が出すやつです。ですからやっぱりなんかこういろんな生物がの二次代謝産物として出てくるものがですね、その別の生物種に対するその情報源としてこう使われているということですね。ですからこういったあの、空間にはいろんな匂いありますけども、それは意味のある情報として使われているということになると思います。というわけで、私の講義ちょっと、10分15分ぐらい早いですけども、以上になります。でこれはあのより詳しく勉強したい人のための参考文献ですけども、日本語の書物でも、いろんなものが出てますけども、いくつかここに載せてあげました。で英語論文としては今日最初に話した嗅覚状態遺伝子の発見オリジナル論文、それから嗅覚の分子生物学に関しては、ピーター・モンバートのこれが結構いい創設になってます。で、受容体に関しては私とロックフェラーのボスフォルっていうのが去年一昨年書いたレビューがあります。それから神経回路に関しては、東大の森先生と坂野先生が、書いたレビューがあります。このあたり読むと大体全貌を把握できるんじゃないかなというふうに思います。
ので、まあ、興味がある人は、読んでみてください。まあ、遺伝子レベルの話ですと、まあ、この他にもありますけども、まあ、ちょこちょこっと引用あの、検索すればいろんなのが出てきますので、もし興味がある人は読んでいただくといいかと思います。はい、で私の講義はちょっと早めですけども、これで終わりにいたします。皆さんお疲れ様でした。